僕の試合というかそれを見てほしいなうまい感じですね。今までやってきた一番集大成をこの大晦日で琴谷選手にバーンぶつけれる一番の、ねはい、機会かもね。そうですね。相手もなんか前回負けて多分燃えてると思うんで、そうやね。出てこいや。 YouTube も頑張ってるしね。まあ、YouTube はまあそんなめっちゃ力入れてやってるわけじゃないんですけど、うんうんうん、まあなんかまあどうせやったら、うん、格闘技のその自分のなんかやってるその証というか、うん、そういうものを残しておきたいなっていうのと、ね、まあなんかこう時代というか、そうやね、まあ、時代にちょっとはまあ、うん、乗っとこうかなっていうか、まあ時代に逆らってきたんで、ね、今まで。しかも金ちゃんのってさ、はい、なんか小粒の小出しでパン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 ってやるんじゃなくて、たまにやねんけど、はい、一個一個がドーンって出すから、はい、あれ英雄と思うわ。まあ勝敗予想とかは、うん、まあたまにこう適当にポンポンポンって、うんうん、やってるんですけど、うん、まあなんか結構自分らだけでやること少なくて、うん、結局コラボとかばっかりなんで、ね、まだそのコラボがまだすごいやん。意外とそのコラボをしてくれてる人たちが結構名前ある人とかなんで、ね、最近だったら柴田さんね、柴田さんとか、うん、まあいろいろね、まあゴミさんとかも、そうやね、はい、やっちくんとかまあそういう、 こう名前ある人が、うん、まあ、コラボしてもらったりとかしたんで、うん、まあ、なんか再生くらいの方もいったというか、大志くんもマネージャーでね、いい味出してる、うん、ると思うよ、ほんまに。そうですね、うん、大志くんとか僕とか、うん、スラッガーのトレーナーさんとか、はい、なんかこういうタイプ多いね、金ちゃんもある。いやでも佐藤コーチは全然そんな感じじゃない、うん、ああそんな感じじゃない、意外と前には出てこないというか、あそう、はい、見た目はあれやけど、見た目同じタイプやけど、まあ格闘技のこととかはめちゃくちゃこう、なんやろ、こうやってこういろいろ作戦とか考えてくれたりとか、綿密にね、はい、まあ、いつも言ってるもんね、はい、こう相手が決まったらこうやってやっていこう、ああやってやっていこうってこう作戦とかも考えるのも佐藤コーチやったりとかするんですけど、はいはいはい、意外と別に前には出てこないというか、だから陰で隠れてるけど一番よくこう、そういうことやな、格闘技には携わってくれてるというか、あ、まあ、そんな感じですよ。あ、まあその分やっぱり言われることとかも多いですけど、まあ、いろいろ、はい、まあ、そういう傷を、はい、まあ、僕洗い流してるから、はい、うん、なそんな感じやな、はい、よっしゃ、なあ、楽しいや、ほんま、はい、じゃあ、食べとくことない？まあ、でも、もう試合で、その、なんやろ、僕のファイトスタイルというか、うん、まあ、外れはないというか、そうやな、まあ、そこを、こう、見てもらいたいなっていう、そうやな、ところなんで、うん、もう大晦日が一番目だったろうっていうふうに思ってるし、まあなんかこう遠慮とかしないというか、そうやね、自分が一番やと思って戦おうと思ってるんで、ね、今回は周りはもうどうでもいいやと、そうやね、はい、まあいろいろこうメインイベント張る人とか、うん、セミファイナル張る人、いろいろこう有名な人がいっぱい出るけど、うん、自分はその有名とかそんなんどうでもいいというか、もう一旦もう勝負に集中しようと思ってます。もうほんまやな、はい、まあ、僕の試合というか、うん、それを見てほしいなという感じですね。今までやってきた一番集大成をこの大晦日で、はい、まあ、元谷選手にバーンぶつけれる一番の機会かもね、はい、そうですね。相手もなんか前回負けて多分燃えてると思うんで、そうやね、でもこっちもそうなんで、そうやね、はい、まあ、それは同じなんで、確かに、まあ間違いなく、まあこうしんどい試合にはなると思ってるんで、うん、はい、まあ、そこをこう元谷選手とはもうな、一応答えですね、感じですね。体調も万全やしね、全然万全です、うん、ね、はい、ほんまに治療する前にこれ動画撮ったらよかったなと思うんですよ。ほんまやな、眠たいっすまあ、まあ、ほぐしてもらえて、そうやな、そうやな、ちょっと眠たなってもらうなっていう、
なんか二人ええ感じで自律神経整ってしもてるもん。そうなんで津田さんは分からないですけど、うん、やってていや俺もやっぱり満足感あるからな、やったんか、うん、そんな感じで、そうやな、またまあ2万人3万人の中で、はい、まあもうほんまにチーム金太郎で ね、 そうですね、来年もちょっとあの以来組も今調子いいし、はい、大地君もこの前勝って、はい、前田義郎道場長も ね、 そうですね、沖縄でやって、はい、リュウサクはちょっとまあ、でもあれやったけど、はい、もう、はい、まあ、でもう最後のバトンやね、はい、リレーってほんま最終アンカーやね、そうですね、これはもう不足ないよ、まあ、ありがたいことに大阪が自分が出ることになってるんで、ね、まあ、みんなの気持ちも背負ってしっかり頑張ろうと思います、ほんま、また前日からそうそう、東京から東京、あの、さい、さい、さい、あの、お願いします、リリーシャー、あの、ちゃんとケアも全部こう、はい、夜から栄養もつけてね、はい、お願いします、やろう思ってるんで、はい、うん、で、年末もね、はい、まだ僕、あの、ライジンのスポンサーもするんで、あ、そうですね、はい、僕のスポンサーもスポンサーもちろんもちろんもちろん、はい、ライジンのスポンサーもやります、もうやりますよ心強いです、心強いでしょ、はい、って感じですね、そうやね、ちょっとあと2週間、はい、調整して3週間ね、はい、これまあいつ上がるか分からへんけど、はい、まあ、試合前やと思うんで、はい、まあ、あのまあ見といてくださいっていうところかな、はい、感じで、はい、じゃあ今日は終わります、これで終わっとくんで、はい、チケット買えなかった方はあのペーパービュー、あのライジンライブ、はい、応援コード金太郎でお願いします、よろしくお願いします、またあの何かあの体のこととかでもいいし、うん、あの金太郎金ちゃん の、 あの、はい、何か応援メッセージとか質問とか何でもいいんで、はい、またどんどんコメントください、はい、はい、じゃあ今日はこれで終わっときます、ほなもう眠たいねんな